結婚ダメだよダメだよ、うん、それね、幸せイコール結婚って思ってんのもダメだよ。もう終わりだよ、終わりの始まり。ケンピ最近バズってるツイート見たよ。結婚は墓場とも言えるってうん、どっちの説もあるんだ。幸せの一つの指標とも言えるし、またあの墓場とも言えるんだ。難しいとこよ、難しいよね。ギャンブルだよね結婚。思わん結婚してね、初めて見えてくるものもあったりするわけで、いやですわ。結婚どうなんだろうね。結婚な、結婚墓場かもしれん。どこを見る目ないからいや、今思ったんだけど、結婚は墓場かもとかさ、結婚するのが幸せとは限らないとかね、散々結婚について心配したけど、そもそも相手がいねえやおいおいおい、まあ、そっからだ。話はそっから、それが現れてからです。そしたら迷う。うん、なんか結婚するべきかしないべきかって迷う相手がいたら、これは話し合うべきであってなんで今から私迷ってんの。なんかめっちゃ結婚いいって人としなきゃよかったって人いるよね幸せになりたい。ずっとライブ配信やってる。ああ、そういえばさ、昨日私の友達のチロちゃんがね、うちに泊まりに来てたんすよ。理由は謎解き制作の納期が間に合わないからっていうああ、友人呼んどいて一緒に仕事するって、もう地獄のような夜をね、二人でまあ面白おかしく過ごしたんですけども。で、まあ、チロちゃんデザイナーなのよ。私作る人で、デザイン横で見ながら昨日家でそこのデザイン違うよ、いやそこももう二度ぐらい右に傾けてくれないとか、そういう話をしながらね、二人で夜を明かしたわけさ。うん、でまたチロちゃん今日も来る予定だったの。その、まあ、一応ちょっともう一日ぐらいデザイン見てほしいっつって、そうデザインの下請けやってて、チロちゃん謎解きデザインの、ああ全然今日ケビ全然いいよ、いつでもおいでっつって、たら今日の午後5時ぐらいに LINE が入って、ごめんケンピ、なんかね家でピが悲しいっていうの、寂しそうだから今日は帰るねそっか幸せにねって言って帰っていきました。あーなるほど、なるほどね、ピがね、いやいやピが家で待ってる、いやーなるほどなるほど、あれが幸せなのかな、あれが幸せ、幸せになりた幸せになりたい、あ幸せになりたい。あ、ポンちゃん、まあ、もう幸せか、ポンちゃん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 お前がいるから寂しくない、ありがとう。あーチューなのか、チューなのね、ポンちゃん、フレンチキス、はい。豆知識、よく勘違いされるんだけど、あの舌を使う深い方がフレンチキスで、あの普通のやつがディープキスですね。はい、あのこちらいつ使うかわからないうんちくでした。なんかシロちゃんはピと半同棲中らしくて待ってるんだって。別に寂しくなんかないけど、別に日本にいる友達のうち、シロちゃんしか友達いないから寂しいなんてことないけども、まあただその半同棲中なんだって。まあいいや、シロちゃんは幸せそうでしたわ。まあでも私もこう祈祷したんで5000円使って、きっと幸せになるはず。結婚の秘訣、結婚の秘訣はどこまで譲り合えるかです。お互い妥協したくないところとか譲りたくない場所があると思うんだけど、そこをまあでもどんなに相性が良くて近しい人でも所詮他人だから価値観は違うわけよ。どっかズレは出てきちゃう。ここをいかに相手に合わせ、しかし相手にまあその自分が譲りたくない大切なものを守ってもらえるか、そのあたりで相性というのは決まりますって本で読んだ。セクシー買ったことないわありがとうございました、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとう。